こんにちは、ジャズギタリストの宇田です。今日の練習なんですけど、皆さん、ブラウンシュガーっていう曲ご存知ですか？ジャズスタンダードではないんですけど、R&B とかソウル系のシンガーで、ディアンジェロっていう人がいて、その人の曲ですね。で、この曲は4つのコードをずっとループさせる曲で、割とジャムセッションでも好まれて演奏することが多いです。で、まあ単純にこの4つの進行がすごくかっこいいので、弾いてて楽しいですし、まあ今回は右手の指でコードバッキングする練習の題材としてちょっと紹介しようかなと思いました。ではまずは初めに弾いてみます。こういう進行です。これはまずコード進行の説明をすると、Em7、A7、Bm7、F7 っていう4つのコードです。Em、A7、Bm、F7。で、これはちょっとアナライズをすると、まあ、キー D、平行調の Bm ですね。この D メジャーに向かう2、5、1。この2、5を押して1に行かずに6マイナーに行くっていう進行です。これたまに出てきますね。で、普通だったら1、6、2、5っていう進行が多いですけど、この6をセブンスに変えて2度マイナーにドミナントモーション。なので Em、A7、Bm、B7 になるんですけど、この B7 の裏コードが F7 ですね。なので大きく見ると2516と同じような進行になってます。で、初めに弾いたボイシングは Em7 をこの開放弦を使って、6弦と4、3弦を開放で、2弦は3フレットです。これマイナー7度トップですね。で、この親指と人中薬の3つなので計4つの音を鳴らしてます。5弦は鳴らしてないんですけど、一応コード的にはこの2フレット押さえるので、まあ自分は5弦押さえてますね。押さえてるけど鳴らしてはないです。6、4、3、2弦だけで、次は A7 の13ですね。6弦5、4弦5、3弦6、2弦7です。で、次 Bm7 なんですけど、 Bm のイレブンス6、4、3弦が7フレットで、2弦だけ5フレットです。で、ラストは F7 のナインスを弾いてます。5弦の8、4弦の7、3、2弦が8です。こういうボイシングですね。で、これ難しいのが右手なんですけど、こうやって全部の弦を同時に弾くのは割とできるかもしれないんですけど、こういう感じの。この基本的な指のバッキングについては別の動画で詳しく解説しているので、下にリンク貼っておきますね。で、今回はこの指を1本ずつバラバラって弾く。これですね。これ結構練習しないと難しいです。なんていうんですかね、ちゃんと均等に音が分けれないというか、こういう感じになっちゃうっていう、引っかかったり早く弾いちゃったりとか。で、これのコツなんですけど、見えるかな、
この指一本ずつ弾きに、結構こうやって勘違いされてる方多いんですけど、こうじゃないですね。あの全ての指をもう弦の上に置いておいて、一本ずつ弦から離していくイメージです。こうではなくてこうですね。でこの力加減を均等にやるにはもうひたすらやって感覚をつかむしかないので、ぜひ繰り返し練習してみてください。はい、こういう感じですね。まずはゆっくりからで、慣れてくるとすごく早くできるので、これぐらい、うん。で今回はもっとさらに難しくて、この曲って16分音符がバウンスしてるので跳ねてるので、イーブンではないんですよね。イーブンで弾くと、あ、こういう感じ、なんかタタタタ、初めはこれを目指して、イーブンで均等に弾けるように目指して、で慣れてきたらちょっと跳ねてみてください。タッタタッタっていう感じ。これがまた難しいですね。これイーブン、跳ねて、はい、これももう力の入れ加減はひたすらやって練習あるのみなので、ぜひちょっと挑戦してみてください。参考になれば幸いです。ありがとうございます。